はい。ということで、お便り会でございます。はい、お願いします。きますえー、じゃあ、こちらですね。気象さん、早さん、早さんの奥様、いつも動画楽しみにさせていただいております。多、えー、賀康樹と申します。お便りグランプリが開幕したとのことなので、この機会にいつ送ったらいいのか、ジャンルがよくわからない体験談をさせていただきます。はい 9割方一コアだと思うのですが、もしかしたら心霊なのかも、と思っている話です。うん、10年以上前に一人暮らしをしていた時、19時頃に大学から帰宅すると、アパートの大家のおばあさんが駐車場の雪かきをしていました。うんうん、普段はおばあさんのご家族であろう男性数人が一気に済ませているのですが、その日はおばあさん一人。私は特に用事もなかったので、手伝いますよ。 と声をかけ、二人で一時間ほどかけて雪かきを終えました。おばあさんが、本当に助かったわ。よかったら晩ご飯をご馳走させて、と声をかけてくれたので、お言葉に甘えて近所の喫茶店に入りました。うん、喫茶店では、四人掛けのテーブルにおばあさんと私、後から来たおばあさんのお孫さんらしい高校生くらいの男の子の三人が座り、名物のグラタンを食べながら、 今日は家族がみんな旅行に出かけていてどうしようかと思った。手伝ってくれて本当にありがたかった。優しいね。と大きな声で褒めちぎられ、うん、ちょっと居心地が悪かったことを覚えています。うんうん、喫茶店から出ておばあさんにお礼を言い帰ろうとすると男の子が私たち二人に向かって笑顔でバイバイおやすみと言って住宅街の方に走っていきました。うん、その背中を見送りながら ああお孫さんとおばあさんは別の家に住んでいるのかとぼんやり考えていると、うん、おばあさんが、あの子、あなたの弟じゃないのと、けげんそうな顔で声をかけてきました。うん、私はてっきりおばあさんが孫を喫茶店に呼んだのかと思っていましたが、おばあさんからすると、テーブルに座ってすぐに男の子がニコニコしながら私の隣に腰掛けたのを見て、ああ兄弟二人暮らしなのか、 もちろんごちそうするけど、手伝ってくれなかった子にまでお金を払うのは嫌だなぁと思っていたそうです。うんうん、もちろん私は一人暮らしですし、近所に大学の友人以外に知り合いはいません。うん、幽霊かも、とも思いましたが、おばあさんが持つレシートにはグラタンが3人分計上されていました。はい、数年後、アパートを引き払う際におばあさんに挨拶していると、不意にそのことを思い出しました。うん、あの男の子は何だったんでしょうね と気楽に声をかけるとそれまで明るかったおばあさんが眉間にしわを寄せあああれはねまあもういいのよ大丈夫忘れてあなたは大丈夫だから<え>とだけ言われそれ以上は何も聞けませんでしたあの子ではなくあれと突き放す言葉と、うん、しきりに繰り返す大丈夫が引っかかりましたが <coughs>、うん、それから10年以上そこを訪れたことはありません、うん コロナが落ち着いたらあの喫茶店に行ってみたいと思っています。えー、長くなりましたが、これからも動画楽しみしております。僕はあなご自愛ください。ということでいただきました。はい。えー、たがきさんの、うん。人コアなのか心霊なのかというお話でございました。まぁ、人こわにしてもよくわかんないよな。グラタンをただ、ただ飯黒た男の子みたいな話 まあ、普通に考えたらそうなんだよね。うん、なんだけど。そうですよね。なかなかのまず度胸だけどね、それ。うん、知らないところに、普通に何も言わずに入ってって、飯食、うん、って帰るってなかなかだよね、うん。ニコニコしてね。どっちかの身内ぶって。うん、すごいよね。うん、誰って言われたら一撃で終わりじゃん。<laughs> 終わりじゃん。うん。でもそのリスクを追いながらもやるグラタンのために。うん ちょっと行かれてんなと思ったけどね、これだけでも。そうっすよね。で、その後に、おばあちゃんがあれはっていう。そう、あれはね、もういいのよ。大丈夫。忘れてあなたは大丈夫だからって言ってるその、もし、ここはだったとしたらさ、例えばおばあちゃん家に、その後も飯食いに来たとかさ、なんかずずしくそこで泊まったりとかしたとかやったらさ、あなたは大丈夫とはならないじゃん。だってその人ももしかしたら宝れるかもしれないわけじゃん。うん。そうそう、なんで大丈夫っていう。そう。 根拠がまずよくわかんないし。もし人であったらば、うん、あなたは大丈夫って言い切るのおかしくないって思っちゃうよね。うん。もうおかしいと思うし。あれ。あれってもう敵に近い感じをね、うん、思うよね。そうよね。謎が多いなって思いますね。これ確かにこの方の言うように何のジャンルの話かっていうと、非常によくわかりづらいというかね。うんうん、なんだろうこの話っていう感じの。 まあ面白い話かな。ただ、どっちかの身内ぶって、そこにいることって成功すんのかって思うじゃないだってあんた誰って言われたら一撃でわかるわけじゃないそれって実は成功するんですよ、結構。あまあだから盲点というかね。僕、成功したことあるんで。なんでやったんでまず。えっと、まず、出てきて、18とか19の時に、中川翔子さん。東京にね。そう。と、キャン千秋さん。 うん、キャンチアキ行った、ね、二人仲いいんですよ。で、キャンチアキさんが、うんうん、えっと、ショコタンに、そういうアングラな世界を教えたみたいな。うん、あ、そう、サブカルスキーっていうから、ね、そうそう。いわば師匠みたいな人なんですよ。うん、で、二人をよく中野で歩いてるって話を知っていたんですね。うん、で、僕は、越してきて初めに住んだのが中野の荒井っていうところなんですよ。 荒井薬師の。うん、そう、近くですね。だから、遊ぶとこってなると、もう中野の、そこら辺りしかないんですよね。同じようなところですよ。ブロードウェイとか。で、歩いてたら、キャン・チアキと中川翔子が歩いてるんですよ。で、僕、中川翔子さん好きでしたから。ああ、そうなんだ。そう。だから。あまりそうイメージないけど。その時に思ったのが、後ろを、どっちもの身内っぽく歩いたら、これ、バレずに歩けんじゃねえかな。ついていけんじゃねえかなと思って、 どっちかの身内っぽく、知り合いっぽく歩いたら、後ろついていっても、バレないんじゃねえかなと思ったの。知り合いっぽく歩くってどうやんの返事すんの。怖うん。めちゃくちゃ怖いことしてる。どっちかのやつに声出さないですよ。うん。うん、みたいな。あの、なずくとかリアクションする。うん。だけど、声出さないみたいな感じで、ついていったら、どの距離感なんそれ。結構、近く。 そこを知り結構近くなんですけど、そしたらやっぱり言われなかったの、何にも。お互い、お互いっていうか、そのね、中川さんも、キャンさんも分かってはいたの。目は合ってたの目は合う。で、チラチラう。最初は、ちょっと変だな、どっちの知り合いっぽかったけど、途中ぐらいから話すときに俺の顔見るようになったのよ。違う違う違う。だってさ、知り合いだったとしたら声かけるじゃん。 うん、そうっすけど。なんでいきなりその、合流して何も言わない無視するノリみたいな感じだと思ったんじゃんどっちかがどっちもそんなわけある。ほんでなんかもう話すときには僕の顔見るんすよ。でねみたいなとか。だからもうその3人のグループになったのよ。お前は聞き役なのね。そう。なんですけど、やっぱりおかしいと思ったんでしょうね。逃げたわ。気持ち悪い。マジで気持ち悪い。だから、あの、知り合いっぽく、 行けば、意外と実は。成功してねえじゃねあとなんか店の中だったんで。店の中にいたのうん。えあの、まんだらけとか。ああ、そうだ、ね。いたのああ、なるほど。店員と勘違いしたのかなとも思う。思わねえよ。後ろにいて。<laughs> 頭おかしいじゃん。だってこの商品がって言ってる時に、うん、出て,てたから。うん多分店員さんがなんかと勘違いしたのかもしんない。 よくわかんないすねその状だこれはちゃんとやっぱりちゃんちあきさんと中川翔子さん呼んで膝つ付き合わせて話すしかないわあの時の謎をやれよもう怒られる YouTube やってるし訴えられるコラボコラボであん時のお前かってなってマロさん名前出たしねそうマロさんの見てるって言ってたね中川ね言ってましたしねそこはあんまセンスないな見てるものはねまあまあまあ <laughs> それはそれとて。じゃあ次行きます。はい。えー、初めてお便りいたします。オカルトネーム、西多金と申します。ございます。お西ま音と多分かかってるんでしょうね。ねま、ねなんかね。私は昔から熱しやすく冷めやすい性格のため、次々と登録したチャンネルも半年もすると飽きて見なくなってしまいます。あ,あ、そうなんだ。 しかしなぜかトシボーイズだけは、甲府成人の会をきっかけに、今でも欠かさず視聴しています。甲府成人珍しいな。きっかけ。でも結構前ですね。ええね、うん。YouTube だね、だから。そうそう、甲府成人。しまいには秘密クラブも入会してしまいました嬉しい。ありがとうございます。何かの妖怪の仕業でしょうか。いえいえ。なん魅力です。なんて話はさておいて。はい。本日はかれこれ10年以上前の話ですが、体験談をお話しさせていただきます。ありがとうございます。 それは友人、王くんが転勤でここ地元、長野に引っ越してくる時の話です。うんうん、王くんは職場結婚だった奥様と東京で二人暮らしでしたが、夫婦の希望でこちらの古い一軒家に移住することになりました。うん、そして先に転勤が決まった王くんから引っ越しの手伝いを頼まれたのです。うんうん、ちなみに私は奥さんと会ったことはありませんでした。電話で、 嫁さんはまだ転勤にならなくて来れないから一人なんだよね。だから少しでもいいから明日手伝ってくれないか。うん、との話でした。その頃私も仕事が地獄のように忙しかったため、休日出勤になっちゃったから夕方で良ければ行くよ。と了解しました。そして翌日、夕方5時頃だったでしょうか。言われた引っ越し先に行きました。初めて行く場所なので、あの家かななんか結構古い家だな。 と、いろいろ不安を感じながら、うん、家の手前の空き地にとりあえず車を止めました。はい、そして車から降り、10メートル先の家を見ると、縁側のような場所に洗濯物を干している女性が見えました。うん、あれ奥さんかな奥さんいないって言ってたよなうん、うん、と思いながら、よく見ると、とんでもないことに気づいたんです。<に>洗濯物を干していると思ったのですが、洗濯物は見えないの。 そして女性の手もよく見えません<え>物干しをしているような動きでそう認識しただけだったようなんです、うん、そしてさらに女性の体は見えるのですがその向こう側の冊子も見えるのですおお<ー>これが夜だったら出たと思ったかもしれません、うん、しかしまだ薄く暗くなりかけぐらいの明るさだったので、うん、私の頭の中ではん やばいな。疲れてるのかなでも疲れているとしても透けて見えることなんかあるかという自問自答するだけでした。とりあえず何度も目をこすりましたが、見えているものは変わらずでした。厳密に言うと、透けているというよりは、女性も見えるけど、向こう側も見えるという感じです。もっと言うと、女性だけ距離感がないというと、しっくりくる気がします。細い青のストライプのシャツ。 髪型はポニーテール。雰囲気的にはだいぶ若い感じでした。その時点ではまだピンと来ていなかった私は、家に入ると、お久しぶり。奥さん結局来たんだ。紹介してよ。と挨拶しました。うん、すると、お忙しいとこ悪いね。いや、来てないよ。まだ東京なんだよ。とりあえずその段ボール上にあげてくれると真顔で言うのです。うん,んどういうこと冗談にして面白くもなんともない。照れてる。もおかしい。 うん、私は訳が分からなくなり「えそこにいたの奥さんでしょ違うの?」と言うしかありませんでした<う>王く君は「引っ越したばかりなんだから変なこと言うなよ <laughs> 俺しかいないよ」と変な顔をしています、うん、そこで私は周りを見渡し気づきました女性のいたところは段ボールが積み重ねてあって外に出れる状況ではありませんでした<う>洗濯物もありません冊しは鍵もかかっています 私は一度外へ飛び出し、さっきの場所を確認しましたが、間違いなくその場所です。いよいよもってパニックになった私は、嘘だよどこに行った ?2 階と家中を探しましたが、どこにも女性はいません。うん、それを見ていた王くんは、ちょっとやめてくれよどんな人って言うので、いや、ポニーテールで青いストライプのシャツ着てかなり若くて、あれ奥さん4つ上って言ってたよな。 と私が言った瞬間、王く君の顔色が変わりました。な今なんて言ったポニーテール明らかに青ざめて少し黙った後話してくれました。うん。それ、前に付き合ってた彼女だ。俺が当時ポニーテールが好きでいつもしてもらってたんだよ。で、その子、ストライプが好きで、ストライプの服をたくさん持ってたんだよ。その青いのも持っててお気に入りだったんだよ。 で、その後で、今の嫁と知り合って、ちょっと強引な感じで別れちゃったんだよね。へ<ー>と私は息を飲みながら。でも、亡くなってるわけじゃないんだろ息量ってことと言うと。いや、その後、ずいぶん経ってから、なんとなく気になって、実家に連絡してみたんだよ。そしたら、1年前に病気で亡くなりましたって言われてさ。墓参りもしてなかったから気にはなってたんだけど。というので、あの女性はその元彼女である。と。 断定せざるを得なくなくりました、うん、そして何とも言えない空気の中作業が終わり晩飯にでもしようかと弁当を買ってきて食べていると、うん、さっきの冊子のガラスからコンコンとノックする音が何度も聞こえてきました<う>カーテンを開けると何もないという定番の展開、うん、ほらーテレビでよく見るやつじゃんか墓参り行けよ洗濯物干してたくらいだから恨んではいないはずだ平和に暮ら,しか暮らしたかったらすぐに行けよ 私は少々震えながら、オークに提言しました。うん、その後、王くんは奥さんも転勤となり平和に暮らしているようです。墓参りに行ったかどうかは怖くて聞けていませんが。以上、長文になってしまい申し訳ありません。私がはっきりと例を見たのはその時だけですが、他にもとっておきの不可解な写真を持っておりますので、近日中にご報告させていただきたいと思います。<ー>え長々読んでいただきありがとうございました。これからも楽しい動画楽しみにしております。ありがとうございます。 以上でございます。はい。結構、あの、長文ではあるんですけども、かなり具体的に、うんえー、当時の状況をね、えー、詳しく説明していただいた感じですけれども、なんだろうね、どういう意図で忘れられない系ですかね。でも、やっぱ、ベタやけど、生きようと思っちゃうよね。でも、なくなってるんだよ。<coughs> あ、なくなってるのか。うんあ。じゃあ、あれじゃないほんそ,それこそ、 その岸本さんから言ってたおはぐろべったりみたいなさ、うんあのー、次に来た女性を、うんまあうらやんでついて離れさせようみたいな、うん、妖怪なのよおはぐろべったりって嫉妬じゃない <laughs> まあまあ <laughs> まあやっぱりそうなるそこに行き着く、うん、とか別れてないと思ってるとかねうんなんかでもやってることが家事じゃない、うん、そうそうなんかいい うんとなくだけどで悲しいのがさ別れてるのにさその人が好きだったポニーテールずっとしてるっていうのもねそうそうお気に入りの写真でね海外史というか分かってほしいからこそなのかもしれないですけどねそれあんまりただただ幸せな時期をずっとその横で過ごしてるっていう感じがするけど男の人のねまあそうなると あれよねだから奥さんはちょっと大変よねまあねうん、うん、ちょっと嫌、うん、な気持ちになりそうな感じもするあのあれなんですよねえっ、ー、と日が暮れそうな時間帯のことを大曲が時って言ってうん大曲が時ね、うん、えっと幽霊とかが。 出やすいみたいな。うんうん、元々なんかあれですもんね。明るさがそこからどん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 変わっていくから、うん、その時間帯に。デションになるみたいな、ね。そう、変わっていくから、うん,うんと目の錯覚とかでいろんなものを見ちゃうみたいな時間帯なんですけど、その時間帯ですしね、それもね。まあ、あと、ここまでくっきり見えてたら、ね、<laughs> まあちょっとさすがに、そうですね。だってもう、ィティールが完璧に分かってるからね。物ののを取り込んでるのが見えるっていうね。 透けてね,透けてね <laughs> 見てみたいなその状況いやね見てみたいですねどういう感じで見えるんだろううんないなそんうん面白いですけど、ね、でももう言ったらあれよねホログラムみたいな感じなんだろうけどね,、うんうん、ねしかもそのどんだけしっかり見えてたかっていうのがうかがい知れるというか、うん、2>, その2階を見てみたりとかさ、うん、もお菓子添えてえっ いやおらんなとかって確認するっていうのもどんだけしっかり見えてたんかってのがわかるもんねその行動一つで自分がいかにね最初疑ってるかっていうね、うん、自分のことはねうんそうそうわかるよねでもなんか止まって見えたんだったらさ、うん、見間違いがあるかもしれないけど動いてたんでしょ先頭物干してる手だよねだから先頭物は見えないけど見間違いじゃなさそうよね なんかね、ちょっと切ない感じもしましたけどね。うん、まあでも素晴らしい。えー、い,い,いい話だなと思いましたい,い体験ですね。ありがとうございます。はい、面白かったです。じゃあ次、ちょっと、えー、変わったタイトルとかあ,あったんで読みたいと思います。はい。えー、岸さん、林さん、林さんの奥様、初めまして。はじめまして。大きい赤ちゃんおばさんと申します。<laughs> えー、大きい赤ちゃん おばさんうん何それいやいやお,お前が大きい赤ちゃんって言ってたからそれをこうインスパイアされたんじゃないああそういうことか、うんうんえー、最近毎日トシボイズの動画を拝見させていただいておりますさかのぼって見ているので最近の動画と関係のない話になるかとは思いますが私が見たギャルのもう一回<え>私が見たギャルののっぺら棒の話をさせていただきたくてメールしましためちゃくちゃ面白いじゃん <laughs> ギャルなんていいタ,イルタイトルだろうこれ。顔濃くしなきゃいけないのに、それがのっぺらっていいね。今から20年くらい前、父親にお小遣いをもらおうとパチンコ屋に行った時のことです。<laughs> うん、そこは入り口に自動ドアが連続して2箇所あり、あはいはい、私が1つ目の自動ドアを抜けたところで、前からギャルの女の子が携帯で話をしながら歩いてきました。うん、肩までの金髪で、ミニスカにキャミソール。うん 携帯に山のようにストラップをつけていて当時いた軽いギャルという感じの服装でしたが顔がのっぺらぼうでした、うん、え早っ早えっと思ってすれ違う瞬間までまじまじと顔を見ましたが、うん、横から見てものっぺらぼうでした携帯を耳に当てていたことは覚えていますが声を聞いたかは覚えていません、うん、ただ顔の皮膚がゴムのように動いていた記憶があるので多分話をしていたのではないかと思います、うん、はい、はい 普通に自動ドアが開いて、開いて出てきていたので、実態があったのだと思っています。うんうん、病気の人かなお化け妖怪と混乱しつつ、父親にその話をしましたが、核、うん、変中で取り合ってもらえませんでした。<laughs> <laughs> <laughs> 説明は。当時、周りの人にその話をしましたが、ギャルの妖怪ってと現れるだけでした。うん その後、そこのパチンコ屋で働いていた人と話す機会があり、のっぺらぼうを見なかったかと聞きましたが、見ていないとのことでした。ただ、その人が働いていた短い期間だけで二人亡くなっていたようなので、何かあるのかもしれません。近くに幽霊が出る、えー、出るらしい墓地もありますが、私は霊感がないので何も見ていません。今は倉庫のようになっていますが、念のため場所の詳細を送りますと。えー 長文になってしまいましたが読んでいただきありがとうございました。これ以上の長文になってしまったので断念しましたが、いつか対抗催眠して前世を見たがクソオヤだった話などを送らせていただきたいと思います。ますますご活躍をお祈りしております。ます大きい赤ちゃんおばさんからいただきました。うん、これもうタイトルがね、引きがすごかったね。うんうん、ギャルののっぺらぼうの話。のの <laughs> あれなんじゃないあの 目と口だけメイクしてない人とか。なんかさ、どういうことあの、ちっちゃすぎて見えなかったってことギャルがさ、メイクしてる動画をちょっと前見たのよ。うん。ほな、もう乗っぺらぼみたいな感じよね。うん。目と、あの、半分だけメイクしてた。はいはいはい。なんですけど、その経過を見てると、のっぺらぼみたいなって口にして言ったのよ、俺。うんうん。あの、全くなくって、顔真っ黒にしてるから。ガングロにしてるから。そ要はすっぴんの、 状態を見たら、うわ、こんな顔、あの、なんもないんだ、みたいに思うってことよね。で、すっぴの状態からガンドロになるなんか黒いのにするじゃん。過程家庭をね、見せるやつ。ら目と口さ、上から黒いの塗ってるから、のっぺらぼうに見えたのよ。ああ、なるほどね。過程家庭のところで。その状態で。だから、化粧途中のギャルとかではなく、これ乗っぺらぼうじゃなくあでも、あの、状況的に、 えっと、携帯電話で話しながら出てるんで。うんうん、ってことは、なんか急ぎの用があったと思うね、うん、パチンコ屋から携帯で出るっていう状況って、あんまりないから。うんうん、はいはい。あの、だからそれっていうのは、うん、途中だったんじゃない、うん、だからトイレでメイクしてて、うんうん、呼び出されて、あの、電波悪いからつつ外出てたら、うん、す <laughs> れ違ったとか。だからさ、あの、ノーメイクもそうだし、あとボディービルダーのさ、大会とか見るとさ、うん 目と口と鼻ないじゃん。まあ他に目がいっちゃう,っていうと。いや、もう、色黒すぎて。<laughs> そんなことねえよ。もう目も鼻も唇もないじゃんも。歯とかすげえ白いから見える。歯はね、歯は白いですけどね。うん、だからなんかのっぺらぼうに見えたんですよね。僕そのギャルがで<も>の顔黒く塗ってるのみたいなまあお前が言ってるのはちょっとあの大げさな部分ではあるけど、うんうん、もっと自然体に見たとしても、うん、この格好、 ここでギャルだなって思ってたら、ギャルを勝手にイメージしちゃうね、顔も。こういう顔だろうなとか、こういう感じだろうなって思ってて、すっぴんだったら、やっぱ、えってなるよね。透かされた感じというか、思い込みだよね、だから。でもこの方がかなりまじまじ見てて、顔の皮膚がゴムのように動いてたっていうのは、なんかあるじゃん、あのさ、マスクでさ、ゴムのやつ被ると、 みたいなあのんてうんだろうなインビジブルみたいな,なあはいわかりますよ状況なあの引っ張られてる感じね上からグイーって、うん、だとしたらなんでそれかぶってたんだろうと思うしなあまあまあ,あ、うん、なんだろうな<で>ギャののっぺらぼ結局ねあのまあいろんな人に言ったけど、うん、各編集で取り合ってもらえなかったりとかねえ <laughs> ギャルの妖怪ってなんだよって笑われたりとかっていうことでうん、うん、まあ徐々にね、うん、そういうのを多分言わなくなっていったんでしょうけども妖怪の話とかでいうとのっぺら部は無ジなっていうね無ジなね、うん、動物が化けたっていう話がありますしねタヌキとか無ジなとかっていうね、うん、これだもん見間違いの可能性もあるし、うん、まあなんか本当にそういうそうねなんか思い込みで 自分で脳で作り上げちゃった可能性もあるかなと思いますけど。うんうん、京都のさ、えっ、ー、と、舞妓さんうん。あの、京都でも、あの、のっぺらぼうの舞妓さんみたいな話あるんですよ。へー。うん。あれもさ、化粧濃いじゃん。うん。まあ,だあ、ねうん、だから、先入感あるよね。だから、目鼻、口、化粧してなかったから違うんってやっぱ。 思っちゃうよねこのーえーとギャルののっぺら棒もそうだけどうん、うん、化粧濃い人らがなぜかそののっぺら棒で見られるんであれば、うん、あ化粧してなかったんじゃない目口ね確かにでも、うん、化粧途中って結構想像の範囲外だわ <laughs>、うん、あんまりその状態の人見ないもんそうっすよね、うん、って思っちゃうそれはありえるなと思いますねうんね ちょっと、ね、面白い体験ですね,ね。可能性もありますよという。うん、ただ妖怪の説もある。ただ本当にそ、<laughs> それを見たっていう可能性も全然あると思いますんでね。当たらんかったんやもんな。うん。電話、電話かかってきてすぐ出られる状況ってことは当たらんかったんやもんな。<laughs> それか、だとしたら超怖えよ、ギャルののっぺらぼが。彼氏の、 彼氏のギャル男みたいなのっぺらぼうがパチンコしててついてきてたけど面白くないから電話かかってきてとかのっぺらぼう後ろに座らすなよ普通のやつですら何してんだろこいつらって思うのにでも思うんでしょ2人組で来てるやつとかって何してんねんって思うんでしょ後ろの女の子は全然パチンコ打たずに見てるだる全然興味ないけど彼氏が打ってんのずっと見てるとかね と思うねほんとよくわかんないなあれ、うん、だからそののっぺらぼうかもうん例かもしれない連れてこられて全く興味ないのっぺらぼうん、<laughs> 飽きて出るっていうそうもしマシマシって不思議な話だな、ねはい、面白い話まあでもいいと思うこう,こういうなんかレアなパターンすごい好きす、ね、いいですよね面白い面白い、えー、ありがとうございましたありがとうございました あのですね、赤鬼ちゃんいるでしょはい。あの、辛辣なメール送ってくるでおなじみの。毒舌ライターの方ですよね。そうそうそう。カミソリメールでおなじみの。ね。触ったものすべて傷つける。そう、傷つけるという。有名な。いた電子メールやのに手切ったでおなじみの。その赤鬼ちゃんなんですけど、あの、ファンサイトを作ってくれたんですよ、僕らの。ね。都市ボーイズファンサイト。で、赤鬼ちゃんさんが、もともと、 本業でやってんのよ。そういうのをね、仕事で。ネット関連のお仕事をしていて、で、僕らにファンサイトがないし、なおかつ、えっと、イベントとかをまとめているサイトがないよね、っていうことで気にしてくれていて、で、作ってくれたんですよ。ね、なんか、そう、結構、本格的なやつ。しっかりね、僕らもホームページ持ってるけど、それの中よりも全然、まとめられてる。だって、それで言うならもう、赤鬼ちゃんが作ったから、なんか俺、 踏んだらすごいウイルス来るとかそういう、<laughs> なんか、俺らを困らせるような。そういうことだからって思ったけどい。そんな落とし穴みたいなこんじゃなく,ゃく、ね、そうそうそう。で、しっかりまとめられていて、更新されてるんですよ。うんうん、で、僕らが今どういうイベント、 を、うん、まあ、えー、やってるかあ、今後また来るかみたいなのも、もう予定表みたいなのも全部あって。うん、ファンの鏡だな。そう。うん、なおかつ、プロフィール僕らのね。偉、うん、<laughs> いよね、うん。どういう人間で、うん、どういった思想だ,、うん、だ、までまであるし。ああれはだいぶ、これは認めてないところあるけどね。<laughs> だし、あと、うん、まあ、今までの出演番組と書かれてあったり、 そういうのも全部網羅しているんで僕らのことがすごい面白いですよ最近知った方とか特に読み物として面白いからぜひぜひそちらも見ていただければ僕らがどういう活動をしているかっていうのも最近知った人は知っていただけるんじゃないかなと僕らのの前ね昔から見てる人はかゆいところ手が届くみたいなのも書いてあったりするので見ていただければなと思います。URL 載せる ああまあじゃあ、概要欄に、YouTube の方は載せておきます。はい、はい、了、はいうん、解です。じゃあ、ちょっと見てみてください。面白いんで。はい。まあ、あの、ト、え、シ、ー、ボイズスペースファンサイトとかでもすぐ出いです、はい、ていきますので、はい、ぜひぜひお願いいたします。以上です。はい。あと、我々ツイッターやっておりますして、トシボイズで検索すると出てきますので、そちら、最新情報などは更新されております。えー、あと、ブログございます。こちら、過去のアーカイブ聞けるようになっておりますので、そちらもお願いします。<laughs> えー、あと、都市ボイズメールですね。都市ボイゼロにアットマーク Gmail.com。toshi boys0 にアットマーク Gmail.com。えー、こちらご意見ご要望、お便り、ご、お仕事ご依頼など、ぜひ、えー、お便りください。えー、以上でよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい。じゃ、締めます。今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ。どうした。あうした。